こんばんは。どうも。今日は日曜日なので、今日はミラモン見ました？ミラモン、ミラモン、ワンピース、これはね、ワンピースじゃないんだな。上だけピンク。そう、今日はミラモンはバレエの回でした。今ね、何してたかっていうとね、生写真撮ってた。次の、おうちバージョンのやつ、おうち生写真のやつ撮ってた。おしゃれついでにショールームにやってきたというわけなんですよ。そう、セルフのやつ。今回は何がテーマでしょう。お楽しみに。あれって自撮りなの？あれね、背景が白の、衣装じゃないやつ、私服でそれぞれが撮ってるやつはもう全部テーマだけ与えられて、結構もう全部自分で撮ってくいやって感じ。何枚か提出して、その中からスタッフさんがこれいいやんけって思ったものが選出されて、全部は使われないんだよね。5枚だけいいなって感じのやつが選ばれたら。撮るの大変。なんかやっぱりお仕事で、毎日メイクはしてるけど、でもそのためにやっぱり準備してとかね、たまたまね、道具とかがお家にあったらいいけど、そのテーマによってはあ、やばいって、それになんか見合った、似合う、なんて言うんだろう、ものがお家にないや、その感じ出せないなってなった時は、時間がない時とか結構あー、どうしようどうしようって思っちゃうかも。今回のは割とみんな絶対的に持ってるアイテムなので、いけると思う。鎖骨すごい、これはすごいんですか？鎖骨すごいねって言われた。揺れてるよ。そう、これはそう、ファンの方がくれた白のチューリップのイヤリングもらったの。今日の格好に合うかもと思ってつけてるんだ。確かにちょっと、こうやって前かがみになってるからすごい出てるように見えて、そんなんでもないですよ。明日の予定はこういうものをやったりとか、お家で撮ってくださいっていうものがちょっと番組用とかでいくつかあったり、ちょっと明日もお家で作業するものが多いので、あとちょっと個人的な用事で2カ所ぐらい行かないといけないとなところがあるので、その合間になんかカフェとかできたらいいなって思ってる。ケーキとか食べたいなって、最近ケーキ食べてない。もうちょっとしたらね、いちごのケーキ、あーでもまだあれか、栗とかかな。
モンブラン系だよね、きっと今ね。ね、栗そんな好きじゃないんだよな。うん、いちご出てきてほしい。もう水戸は完璧だな。あー、まあ投資とかやってるので全然水戸は大丈夫かな。もう少ししたらまた、この間も小屋入りしてやってたんだけど、稽古もまた水戸に入ってから本格的に着リハとか、うん、場当たりもやってるけど、でもやったけどまだ大道具っていうのかな、本番で使うなんか道具とか全部それ着た中でじゃなかったから、私まだずっとやっぱりマスクをつけてやってるので、結構ミュージカルの時とかは歌を歌う時だけマイクがこう仕事する仕事するって何マイクを使ってこう、やっぱり地声でやったりするんだけど、でもどうしてもやっぱね、メロディーかかっちゃうと地声だと、それだと負けてしまうので、こっちを活かしてやってたり、でそういう時だけマイクを外してそのナンバーのチェックをやったりみたいなことをしていますかね。だから音声さん大変だよね、本番までマスク外してない状態でそうやってるから。水戸に行くの初めてだから楽しみ。いいよ本当に水戸いいとこ。今日のりんちゃんなんかマリアちゃんに似て、マリってマリア？シリーズのマリア？嬉しい。ほんと？どこが似てるのかな？髪？前髪とか。生誕 T シャツ出かけた。で、出かけたの。ああ、そうね。スーパー行くときとかは T シャツ着て行った。髪型に似てるのかな？嬉しいな。美人さん。今日はメイクしてる、今バッチリしてるよ今。昨日は新曲やらなかったね。ねえ、そうね。まあこれからリリース近くなってきたらいっぱい披露するはずさ。眉濃いめじゃない？そんなことないよ、いつも通り。濃いかな。イヤリングね、かわいい。画質がいいから、今日画質いい。ここに照明あるからね、よく見えるんだねきっと。ちょ、生写真今本当に今撮ったばかりちょうどこれとか外仮面にして一人でパシャ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 ってたところな。もうこの書類も終わったらすぐにもう提出して一つお仕事終わり。そんな楽しみにしてくれるの嬉しいね。でも今ねちょっとだけピンクにしてる。でももうこれが終わったら、書類も終わったらすぐに落とす、爪も切って、このね、この今ぐらいのね長さとこの色がすっごくいいんだけどね。残念、舞台があるので落とさねば。気に入ってるんだ。でもこれはお店に行ってとかじゃなくて自分でネイルを買って自分でやってるから、終わったらすぐ自分でまたできるから、一瞬おさらば。うん、結構ピンク好き。うん、ピンク好き。お洋服は一番今ねやっぱりピンクかな。
ピンク白系が今一番多くて、2番目をカーキと黒が争ってます。あ、でも3位か、1、2位が白ピンクだから黒カーキが3位争いをしてます。あ、でもピンクピンクオレンジって感じかな。ちょっと一緒にしちゃってる。そこはズボン入ってる。今短めのズボン入ってる。このトーンも意外と、そうだね、こう大人っぽい感じで決めたいぜって時は白のシャツになんか黒のスカートとかジャケットとか、まあ、紺かなとか合わせてね、大人っぽく見せてるよ。ピンクすっごく好きなんだけど、でもきっと重力シンパシーのピンクは今の私になんか似合うかどうかすっごく不安。似合わない説出てきてるよ、もうピンクのあの水玉のあれは一番最後かな、アンコールに出てくるやつだよね。いやーなんかね、ごめんなさいって感じ、絶対似合わないよ私。大丈夫かな、おされさんが可愛く作ってくれたけどとても心配ですね。撮影で、フィッティングで一回来て、でも撮影の時はね自分のじゃなかったの、佐穂さんの来た。そんな説は論破論破とかそういう問題じゃないんだよ。いや、まあ、多分ね髪型がロングになればどうにかなるんじゃないかなと思ってる。多分今のウルフとか短い系だとちょっとやっぱりテイストが上と顔と顔の下で違くなっちゃうから、それでオリリリリってなっちゃうから、ちょっとそれまでにはどうにかしたいなって思っている。やばい、ツインテールいける？あ、これ？この髪型ではいけないかな。ちまって感じの。戻したらやりたいな。ツインテールっていうか、なんかこう何？三つ編みでこう下ろすとか、普通にモハモハってして二つで荒らすのとかは好きだからやりたい。髪切ってよかったこと？まあ、やっぱり何のためって、やっぱりウィッグをかぶるためにっていうのが一番の理由だったから、まあそれがあのよく馴染むようになったっていうのもあるし、お風呂とかもちょっと楽になったかな、シャンプーとか。だってあれ3月の舞台終わった時とか多分腰ぐらいの位置まであったもん、髪の長さめちゃめちゃ切った。でもね短いと短いで朝が大変、逆にこのつむじのこううねりとか直すのがすごく大変になっちゃった。ロングの時はその寝癖を生かしてそのこううねってる感じとかもね、おしゃれな感じにごまかしてたんだけど、短いとやっぱりなんかさまざまな方向に跳ねてたり、ここになんかつむじがなんか大量発生したり、大量って言ってもそんなにあれだけど、それが大変ですね。まあそれぞれのメリットとデメリットが。あれって寝癖だったの？あ、ロングの時、いや違う、全部じゃないよ。寝癖を生かして自分でこう巻いたりとか、やだ、黒が全部寝癖と思われるのは嫌だぞ。毎朝頑張ってんの、めんどくさくても。違う違う、生かしつつ
か終わりにしますもん。ちょっと今日は長くできないので、さよなら。このヤクタ、ちょっとねポートレートで撮ってるからこの辺あのちょっとぼやぼやってなってて分かんないかもしれないけど、耳元に白いこういうイヤリングがついてて、後ろがこの背景の写真出てきたら、ああの日撮ったやつだって答え合わせができると思います。自慢しに来た、いやいやそんなことない、ただあといい感じにメイクやってたから、せっかくだから配信しようかなと思って来た。みじゃあねバイバイ。切りますせ。まあなんやかんやなんか投稿してるかもしれないけど、一応おやすみなさい。一応バイバーイ。